ウェーター。ウェイターは、レストランやバー、ホテルの宴会場などの外食産業において、接客業務を担当する従業員を指す。日本語では、給仕、助給などというが、外来語のウェーター、ウェートレスも定着している。給料は場所によって異なるが、大して変わらない。英語のウェイト、待つから来ている。店内各所で待ち構えて、 迅速に接客を行う姿から待つ人として呼ばれている。定説では17世紀にコーヒーハウスが大流行したイギリスやフラスなどの西欧で発生した。日本では大正時代に都市で喫茶店と共に増加し、その頃は給仕、助給と呼ばれていた。また昭和の頃には一部でレストランのウェーターをボーイと呼び、バーなど酒場の店員をウェーターと、 独特の使い分けがされたこともある。通常、男性を、ウェーター、女性をウェイトレスと呼ぶ。これは、性的に中立でないため、ホールスタッフ、フロアスタッフ、ウェーター、ウェートレス、ウェーターウェイトレス、ウェーターウェイトレスウェーター性別を問わず、接客係などと呼ばれることもあるが、広く定着したものはない。 ホールスタッフなどの名称はパチンコ店などの外食産業以外の接客業でも用いられている。日本では極めて一般的な職業である。小さな飲食店では店舗規模も小さく、皿洗い券接客係といった形態も多い。大型の外食産業の店舗では多くの専門のウェーター、ウェイトレスを雇用している。どの形態の店においてもウェーター、ウェイトレスの仕事は 客の注文を受け、それをキッチンに伝え、料理や飲み物、種類をテーブルまで運ぶことである。店によっては、さらに特殊なサービスを求められる場合もある。メイド喫茶では、誕生日に歌を歌う、特定の料理に、ケチャップでメッセージを書く、じゃんけんなどのゲームをする、といったサービスをエイトレスが行う。またホテルなどでは、こうした大衆的なサービスではなく、 料理を出すタイミングやリラックスして食事を楽しめる環境の整備など質の高いサービスが求められる。海外の大衆向けの大型レストランなどではローラースケートを履いたウェイトレスが配膳を行うチェーンもある。日本ではほとんど定着していないがアメリカなど欧米文化圏ではチップはウェーター、ウェイトレスの重要な収入源である。チップの始まりについては諸説あるが イギリスで、とある飲食店が従業員のサービス工場のために、通院すれプロンプトネス、迅速さの保証のためと書かれた壺を用意して、サービスに満足した客からの募金を募ったことから、始まったとされる、頭文字を取って、チップと呼ぶようになったとも言われる。時期は、はっきりしないが17世紀のコーヒーハウスを描いた、同版画にも、その記述のある壺がある。ウェーター。 ウェイトレスのいる店ではチップを支払うのが礼儀であり、スタッフの仕事に対する評価になっている。チップがもらえないと、自分の仕事に不満だと受け取られることが差は。また地域によっては、子供の粗相でテーブルを汚した場合の迷惑料として、チップを置くこともある。ウェーター、ウェイトレスの制服は店によって異なっている。 経営側も利用客も制服は店の雰囲気を作るものとして重要視している。アンナミラーズのように、ウェイトレスの制服が集客要素につながる場合もあり、各店舗で様々な制服が見られる。制服としては、店舗で用意される太陽のものを着用となるが、おおむね靴は自前になる。また女性は、パンスト着用を清掃とする場合が、ほとんど、例えばマクドナルドはその例で、 そのパンストの色が濃かったり奇抜な色だったりすると注意が入るであった。しかしパンスト離れといった時代の生成を反映してパンスト着用から靴下、ハイソックスに切り替える店が多い。個人経営の喫茶店などでは私服にエプロンをつけただけの場合が多い。配膳人紹介所、有料職業紹介事業者の一形態に登録して仕事を斡旋してもらい、ホテルの宴会場。 結婚式、パーティーなどで提供される料理を配膳、中間下げ物、バッシングする作業などを行う。高級ホテルなどの派遣仕事が多いため、言葉遣い、身だしなみ、マナーなどの一般常識に関する、就業規則が厳しい分、給与は他よりも高めである。社内教育の高さからか、プロ意識の高い人が多い。客席にて小分け料理を提供時に、 サーバースプーンとサーバーフォークを利き腕に持ち、取り分けて行う。この持ち方の名称をサーバーという。サーバーの持ち方には、ジャパニーズと呼ばれる方法と、ウェスタンと呼ばれる持ち方の2種類がある。皿料理の提供時、3枚持ち4枚持ちなどで運ぶ。男性は基本的に黒のスラックスを自前で用意する。上着は派遣先のベストを着用する。 一般的なフルサービスレストランにおいて、ウェーターの役割は重要なものとなる。明るく感じの良い接客をするのは基本である。ウェーターの接客がその店のレベル、質を測るバロメーターにもなる。呼び出しベルなどない店舗は常に、客席への目配り、オーダー受けのタイミングやお客様からのシグナルとされる、行員を探す仕草、キョロキョロと目線で探しているなど、に機敏に反応し、 対応しなくてはいけないからである。厨房との連携や、ファミリー向けのお子様メニューの優先提供などの、示せ出し、お日や、冷水コーヒーのお代わりなどをする。近年のサービスに対する意識の変化により、ファミリーレストランではフロアへの目配り、く配りは、形外化され、呼び出しベルによる客からの要求を受けてから、行動する形となってしまった傾向もある。客席。 フロアへの目配りなどができるだけの人員を確保しない、ローコストオペレーションファミリーレストランでは、効率よく、料理の配膳、中間下げ物、バッシング作業などこなし、テキパキレジ会計などをこなす、などか求められる。食後のデザートなど頼んでいると、メインの食事が食べ終わっていない時点で、デザートが来しまう、など、不満を持つ客も多いが、その分、安価での食事が楽しめれば、それで、 よし、という客も多い。大規模レストランよりは、顧客の人数が少ないために、比較的作業量の少ない職場とされる。ただし、軽食、喫茶店では、人員も少ないので、皿洗いや、デザート作り、軽食作りなどに関わる場合もあり、大規模レストラン並みの作業量になることもある。日本のカフェの助給は明治44年、東京、 銀座のカフェプランタンが女給を二人置いたのが最初である。これ以前には銀座の台湾喫茶店に女給がいて客の給仕をしていた。当時、女給は和服の上に胸部まである白色のエプロンを着用していた。後にカフェではエプロンを着用するものはなく、喫茶店においては女性用事務服風のものを着用していた。女給の収入は主に客からのチップによるものであって、 小規模なカフェ、喫茶店などにおいては、店側から若干の給料が支払われるところもあった。チップによる収入は店によって、また人によって様々であるが、昭和初年において三十円くらいから三百円くらいまでであった。また店によっては、収入の中からおでせん、掃除代などの名目で一日二十銭ほどを徴収するところもあった。助給の年齢は十六。 17歳くらいから35、36歳くらいまでで一般に喫茶店の方が若かった。それぞれの女給には大概番号が付けられていて入ってくる客の順番に1番から順々に出て給仕した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。